はい、どうも石原です。今回の動画では iPad Air 第4世代に、搭載予定というかね、発表があって搭載される、搭載してくる A14 Bionic の性能について、Geekbench 5のベンチマークのスコアのリークが出てきましたので、2020年にね、発売された iPad Pro のA12Z Bionic との性能差などについてちょっとご紹介したいと思います。そして iPhone 12シリーズの各モデルに搭載されるカメラスペックについて、やはり iPhone 12 Pro Max が最も高性能なカメラを搭載する可能性が出てきましたので解説いたします。加えて iPhone 12の発表、予約、そして発売に向けてのサプライヤーからの出荷が10月初めになるとの情報が入ってきましたので、そちらも合わせて解説していきたいと思います。ぜひ動画の方最後までご視聴ください。そしてこのチャンネルでは最新のアップルに関するリーク情報やガジェットレビューなどの動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。またノートというプラットフォームで僕のテック&ガジェットのレビュー記事とかコラム、さらには YouTube の戦略とか収益についても公開していますので、ぜひ僕の応援も合わせてチェックしてみてください。はい、では本題です。iPad Air 第4世代の、第4世代に搭載される A14 Bionic のベンチマークスコアが出てきたという話題になります。iPad Air 第4世代はですね、9月16日の Apple イベントで、発表されて、今月10月に発売が予測されております。そして先日投稿した動画の中でも、10月初旬には発売するのではないかというリンクをお伝えしております。その iPad Air 第4世代に、搭載予定の A14 Bionic の Geekbench 5のスコアを著名のリーカーである Love to Dream がツイートしました。それがこちらです。A14 Bionic の Geekbench 5のスコアはシングルスコアで1583、そしてマルチコアスコアが4198となっております。この数字をね、チェックしただけでは、性能がいいのか悪いのかってあまり判断がつかない方も多いと思いますので、合わせてですね、2020年発売の iPad Pro、こちら第2世代なんですけど、こちらのシングルスコアで A12Z Bionic が1118、そしてマルチスコアの方が4695となっております。この数字をサクッと確認するとすぐ分かるんですけど、 iPad Pro、2020年モデルのシングルスコアで A12Z Bionic を iPad Air 第4世代の A14 Bionic は数字上の性能は明らかに超えているということが分かります。微妙な差なんですけども、 A12Z Bionic よりも A14 Bionic の方がシングルスコアでは少し性能がいいという結果になっております。とはいえ、ここでね、じゃあ A12Z Bionic ってやっぱ性能悪いんだとか、iPad Pro より iPad Air 第4世代の方が性能いいんだって思われると思うので、ここで少しね、ご紹介しておきたいことがあるんですが、A12Z Bionic は A14 Bionic よりも世代が古いチップになる。というのは認識上間違った認識ではないと思うんですけども、なのでシンプルに考えて A14 Bionic の方が性能がいいとね、やっぱ思ってしまうと思いますが、ポイントがありまして、これはチップの中ですね、チップ A14 Bionic と A12Z Bionic のチップの中のコア数が A12Z Bionic は8コアなので、 A14 Bionic の想定されている4つのコアよりも数が多いということになります。つまりこちらもね、シンプルに考えまして、マルチスコアが A12Z Bionic がやっぱ高いので、処理性能という面では A12Z Bionic の方があるということになりますので、ここね、A14 ってちょっと数字が高いから A12 よりも絶対性能がいいんだと思ってしまいそうなんですけど、これはパソコンとかいろんなデバイスの CPU っていうのは、一つのチップの中にコア数の数でも性能差が現れますので、例えばパソコンの Core i7 とか Core i5 とか、Core i3 とかあると思うんですけど、Core i5 で10コアの場合と Core i7 で 4つのコアの場合じゃ、やはり
10コアの方がですね、やっぱりより性能が高いというスコアになるので、やはりコア数というのは非常に重要なポイントにもなってきます。まあ、とはいえ A14 バイオニックは A12Z バイオニックよりもシングルコアではね、一つのあのシングルコアでは性能が高いことが分かってきましたので、やはり iPad Air 第4世代 A14 バイオニックを積んでますので、性能はかなり高いと言えます。はい、続きまして iPhone12 Pro Max が最も高性能なカメラを搭載するという可能性が出てきました。あのディスプレイ業界 の、 あのサプライチェーンの、調査会社の CEO を務めますあのロス・ヤング氏、これ前回の動画でもね、あのちょっと使わせて参照させていただいたんですけど、センサーシフトおよび 1.7 のマイクロメーターピクセルが12 Pro Max のみと予測されているということです。アップルの情報にめちゃくちゃ詳しいあのミンチークオ氏も、今年の3月ぐらいに iPhone12 シリーズのハイエンドモデルですね、あの 6.1 インチの iPhone12 Pro と 6.7 インチの iPhone12 Pro Max のハイエンドモデルだけは、まあ、手ブレ補正が改良されていると予測しておりまして、加えて 6.7 インチモデルの iPhone12 Pro Max だけに光学レンズが7枚構成になるとかね、イメージセンサーのサイズが大型化するというあの予測を伝えていました。なので6.1インチの iPhone12 Pro とは本体とかね、本体のサイズとかディスプレイサイズだけの違いかに思えましたが、6.7 インチモデルがここに来て、それ以外にも 6.1 インチモデルの iPhone12 Pro よりも高性能なスマートフォン、つまりまあ差別化がなされている可能性があります。なので iPhone12 Pro と iPhone12 Pro Max の違いがディスプレイだけとかね、本体サイズだけだと思っている方は、もしね、カメラの性能をめちゃくちゃいいものが欲しいなら、やはり 6.7 インチの iPhone12 Pro Max がカメラの性能は良さそうなので、選ぶ基準としてはディスプレイサイズと本体サイズ以外にもあると認識しておく必要が出てきそうです。はい、そして続きまして iPhone12 の出荷は10月初めになるという話題になります。これはあの香港メディアのですね、あのサウスチャイナモーニングポストがあの報じた内容なんですけども、Apple のサプライヤーであるフォックスコンが24時間でフル稼働させて iPhone12 のまあ生産とか量産のためにですね、従業員の休日をまあ返上させて生産を開始するという話題になるんですけど、iPhone12 をまあ予定通りに出荷するために、あの東アジアの伝統行事とかね、中国の祝日などのまあ休日をまあキャンセルして、その最初の3日間ですね、3日間は従業員の給料が3倍になるということなので、3日間も含めて今からググッとね、あの iPhone12 の量産が本格的にフル稼働し始めたというニュースになります。これはあのジョン・プロスター氏も過去に iPhone12 は10月初めにまあ出荷開始と、ツイートしていましたので、 iPhone12 の発表が10月14日のまあ午前2時という予測がありますので、まあ、そこからの iPhone12 の予約、そして販売スケジュールを予定通り遂行するためにかなり切迫しているというか、まあ、予定を切り詰めて、まあ、効率よく進めているという動きがあっております。前回の動画でもお話ししましたが、 iPad Air 第4世代の発売も控えてますので、 iPhone12 発表前に iPad Air 第4世代がまあ発売されて、そして iPhone12 が発表されて予約発売というね、話題性が一番いいのかなと思いますので、iPad Air 第4世代については、来週中にはね、かなり本格的にアナウンスがあるんじゃないかと思っております。また、以前の動画でもご紹介したんですけど、今ですね、iPhone12 の最新情報をまとめ、噂とかリークの最新情報をまとめた記事をこちらに書いておりまして、定期的にね、最近も更新しましたので、ぜひあの概要欄から僕のブログ記事 iPhone12 の最新情報をチェックしてほしいんですけど、もう一つね、あの iPhone12 の予約の方法とか、まあオンラインで予約するメリットとかデメリットなんかも、あのまとめた記事を今書いてますので、ぜひあの iPhone12 発表して予約開始前に動画と、まあ、ウェブサイトの記事にしたいと思いますので、そちらもぜひチェックしていただいて、iPhone12 の、まあ、予約の方法とか、まあ、メリット、デメリットなどを改めて参考にしていただければと思いますので、またね、動画などでアナウンスしたいと思いますので、楽しみにお待ちください。はい。ということで、今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や、Apple に関してのリーク情報、さらにはガジェットレビューやおすすめのサービスなんかもご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録していただいて、定期的な情報収集にお使いください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。
はい、ではまた次回の動画で。